日銀は、マイナス金利の解除を決めた3月の金融政策決定会合の主な意見を公表し、政策委員から金融緩和策の修正を求める意見が相次いでいたことが分かりました。3月の会合で政策委員からは、異次元の金融緩和から普通の金融緩和に移行することは短期的なショックを起こさずに十分可能であり、中長期的にプラスの効果も期待できるといった意見のほか、 金融正常化のスタートラインに立つことが適当だなど、緩和の修正に積極的な意見が相次ぎました。一方、今回の見直しが枠組みの転換ではなく、あくまで物価安定の目標に向けた取り組みである点を明確に伝えていくことが重要だとする慎重な意見も出されていました。